こんにちは、折原美人です。私は漫画と小説を書いております。ですね、今コロナで世の中が大変なことになっているんですけれども、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。そうですね、お子さんたちはなかなか学校に行けないことも多いと思いますし、お母さんたちもお家ですごい大変だろうなと思いますし、お仕事をされている皆さんも、皆さんそれぞれの場所でそれぞれ大変な思いをされているのではないかと思います。でもだからこそ、本が少しでも救いになったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん現実をきちんと見つめて現実に立ち向かっていくっていうことも大切なことだとは思うんですけれども、でもいつもそれをやってると心が疲れてきちゃうんで、たまには本の世界に逃げ込んで、本の世界の中でドキドキしたり笑ったり泣いたりして元気をもらって、そしてまた現実の世界に戻って元気で頑張れればいいんじゃないのかなっていうふうに思っています。というわけで、私の今回おすすめしたい本っていうのは、思いっきり現実逃避できる本というのがテーマです。まずおすすめしたいものの一番目はこちらの It、スティーブン・キングさんの It っていう小説です。私スティーブン・キングさんがすごい大好きで、新刊が出たらもう必ず買っちゃうぐらいで、おすすめしたい本がたくさんあるんですけれども、It はめっちゃ長いんですね。こんなに4冊もあるんで、なかなかこう読む時間が取れないと思うんですね。でだから今みたいにこうステイホームでお家にいる時間が長かったりする時っていうのには、もうこれを読むのにうってつけだと思って、これをおすすめしたいと思います。お話の方は、あるアメリカの田舎町で恐ろしい事件が起こり始めて、子供たちが惨殺されたり行方不明になったりするんですね。でその異変に気がつき始めた子供たち、何人かの子供たちが集まって力を合わせて得体の知れない何かと戦っていくっていうお話なんですね。でその子たちっていうのは全然こう優秀な子たちとか強い子たちとかじゃなくて、どっちかっていうとはみ出し子たちで、みんなが心にトラウマを抱えていたり傷を抱えていたり弱い部分を持っていたりっていう、そういう子たちなんですね。でそういう子たちが力を合わせて戦うことでちょっとずつ強くなっていってっていう、そういう成長物語なんですね。でその子たちが大人になってからのことも描かれていくので、こうもう人生の物語みたいな、成長と人生の物語みたいな感じなんですね。スティーブン・キングさんの、映画にもなった有名な作品で、スタンド・バイ・ミーっていう名作があるんですけれども、それは、やっぱりこう成長物語 でこちらも、ホラー版のスタンド・バイ・ミーっていう、そういう感じですね。でこうなんだろうな、もうホラーとしてもめちゃめちゃ楽しめるし、ミステリーとしてもドキドキするし、すごい面白い作品なんですけれども、でも最後には感動できるのでおすすめの作品です。はい。じゃあ2番目はこちらのハインラインの夏への扉です。私子供の時からやっぱり、SF 小説がすごい大好きだったんですけど、高校生ぐらいの時とかってもう SF 小説ばっかり読んでる時期があって、でもその中でもこれが一番大好きでした。いろんなところで本を紹介する機会とかがあると絶対これを紹介しちゃうんで、たまには違うのを紹介したかったんですけれども、でも今この時に読んでもらいたいっていうとやっぱりこれになってしまうんですね。物語はダン・デイビスっていう男の人が主人公で発明家なんですけれども、ダンはちょっとおまぬけだったりとかお人よしだったりするんで、親友に騙されて自分の発明を取られてしまったり、恋人に裏切られたりとかして、もうこう人生ボロボロになってやけくそで30年間のコールドスリープに入るんですね。で30年後に目覚めた時に自分の発明した、タイムマシンで30年前に戻って、で自分の大切なものを取り戻したり大切な人を守ったりっていう、こうすごい大奮闘して人生をリベンジするっていう物語なんですね。すごく痛快な小説なんですけれども、でこれを高校生ぐらいの時に読んだ時に、私はこう諦めないことと何があっても絶望しないことっていうのを
教えてもらったって感じなんですね。でその後の自分の人生の中ではこの本がずっと支えになったりとか、あの人生の指針になったりとかして、私の人生のバイブルのうちの一冊っていうふうに思っています。なので今こういう時すごく元気になれる小説なのでおすすめです。でこの中の最後の一節がすごい大好きなんで、ちょっと読ませていただきたいなと思うんですけれども、ただしピートはどの猫でもそうなように、どうしても都外へ出たがって仕方がない。彼はいつまでたってもドアというドアを試せば、必ずその一つは夏に通じるという確信を捨てようとはしないのだ。そしてもちろん僕はピートの肩を持つって感じなんですけれども、なんかこうピートっていうのは猫ちゃんなんですけど、今こんな時で夏はどうなるのかなって結構不安になることがあって、このままの状態だったらこう楽しい、いつものように楽しい夏は迎えられないんじゃないかなとか、暗い夏になっちゃうんじゃないかなとか、ちょっとこうへこむような時もあって、でもやっぱり希望は捨てちゃいけないなっていうふうに思えるんですよね。でなんかこうピートのようにいろんなドアを諦めずにずっと開け続けていけば、どれか一つのドアはきっと眩しい夏につながってるんじゃないかって、そういう明るい気持ちになれる小説です。おすすめです。はい、そして最後の一冊なんですけれども、こちらです。佐藤悟さんのコロボックル物語。これは5巻なんですけれども、1冊目の誰も知らない小さな国っていう本に出会ったのが私が小学校の時だったんですけれども、ずっとなんていうのかな、自分の成長とともに友達みたいにずっと一緒に育ってきた本なんですね。でお話は、このぐらいの小さいコロボックル族っていう小人さんたちの話で、その子たちと人間の聖鷹さんっていう青年の交流とか、あとコロボックル族と人間の関わりとかが描かれていく物語なんですね。なんかこれを読んだ時からコロボックル族っていうのは、昔なんか人間に嫌な思いをさせられたことがあったらしくて、普通は人間の前に姿を現さないんですって。でも自分がすごく信頼できる人間の前にだけは姿を現すっていうふうに書いてあって、でずっと私の前にもコロボックルが現れないかなっていうふうにずっと子供の時から思い続けていました。そのぐらい入り込める物語です。私は子供の時からずっと何か嫌なこととか辛いこととかがあると、コロボックル物語を読んでこの お話の世界の中に逃げ込んで、そして癒されて元気をもらったりとかしていました。なので、今読んでいただけたらいいなと思います。お子さんたちはもちろん楽しめるし、お母さんたちが一緒に読んでもすごく楽しいと思います。3冊の作品を紹介してきましたが、何か皆さんの参考になれたら嬉しいなと思います。そしてついでなんで、私の本ももしよろしかったらどうでしょうか。こちらが幸福のパズルっていう、恋愛小説です。もう超純愛ジェットコースター物語なので、大人の女性の皆さんにおすすめです。こんなに分厚いので読み応えがあると思いますよ。そして、こちらが青い鳥文学から出たばかりの君と100年分の恋をしようっていう本なんですけれども、これは中学2年生の女の子が主人公なんですね。この世界ではまだコロナとかいうものはないので、普通に学校生活を送っていて、恋をしたりとか親友を作ったりとか、もういろんなことに悩んだりとか、そういう学校生活が描かれています。今学校に行けない中学生のお子さんたちとかにぜひ読んでいただけたらいいなと思います。本の中だけでも楽しい学校生活を送っていただきたいなっていうふうに思っています。本っていうのは癒しにもなるし、元気を与えてくれるものでもあると思います。今こういう時こそステイホーム生活の中で本を読んでいただけたら嬉しいなと思っています。では皆様どうぞお体に気をつけて。
折原水戸でした。